デビット・オー・ラッセルは、アメリカ合衆国、ニューヨーク出身の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。1958年ニューヨーク生まれ、父親はユダヤ系、母親はイタリア系。アマースト大学で政治学と英語を学び、1987年に短編ビンゴ・インフェルの1990年にヘアーウェイ・ツー・ザ・スターズを制作。 初の長編映画である1994年のコメディスパンキング・ザ・モンキーでインディペンデント・スピリット賞やサンダンス映画祭、観客賞を受賞。1999年のスリーキングスではジョージ・クルーニーを主演に迎え湾岸戦争をテーマにした社会派作品を監督。全世界で1億ドル以上の工業収入を上げ、経済的にも批評的にも成功した。 2004年には、イラク戦争に関する、ドキュメンタリー、ソルジャーズ・ペイも制作しており、この2作は後に再上映の予定が、政治的すぎるとして中止された。続く、ハッカ・ビーズでは、哲学的な主題のコメディに挑み、マーク・ウォールバーグ、ジュード・ロー、ダスティン・ホフマン、イザベル・ユペール、ナオミ・ワッツラ豪華キャストを起用したが、興行収入は振るわなかった。 6年ぶりに公開された2010年のザ・ファイターも1億ドル以上の興行収入を上げ、アカデミー作品賞、監督賞を含む7部門にノミネート。クリスチャン・ベールとメリッサ・レオがオスカーを獲得した。世界に一つのプレイブックもアカデミー賞8部門にノミネートされ、ジェニファー・ローレンスが主演女優賞を受賞。ラッセルの息子がコネチカット州の特殊寄宿学校に通っていた。 経験が総局性障害を患う主人公のヒントになった。2013年のアメリカンハッスルでは FBI を巻き込んだ実在の収賄事件をもとに脚本を執筆。3作連続の監督賞や4つの演技部門賞、すべてを含む最多10部門にノミネートされ、アカデミー賞の常連監督の地位を確かなものにした。ゴールデングローブ賞映画部門作品賞を受賞した。 同世代の映画監督であるアレクサンダー・ペインやスパイク・ジョーンズと仲が良い。ジョーンズ監督作品、アダプテーションにはラッセルが、ラッセル監督作品、スリーキングスにはジョーンズが出演している。2013年代86回アカデミー賞では、共に脚本賞にノミネートされて、オスカーを争い、はぁ、あ、世界で一つの彼女のスパイク・ジョーンズが制した。ありがとうございます。